次期戦闘機開発の輸出問題で、自民党と公明党での輸出合意がなされたとの情報をキャッチしました。今回は、F3 戦闘機の輸出問題を詳しく見ていきます。日本の次期戦闘機、ついに海外へ輸出開始です。自国製造できるかも、やはり鍵を握ってきています。輸入するだけでは今後防衛できない可能性が出てきています。中国の経済は最悪へ向かっていますし、中国国内の不満は外へ向ける形を取るでしょう。日本とかで。2024年3月15日、現在の日本で連立政権を組んでいる与党、自民党と公明党は、日本がイギリスとイタリアとの3国で共同開発を進めるグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムの次期戦闘機を、これら共同開発国以外への輸出で合意に達した。この一連の次期戦闘機をめぐる共同開発国以外への輸出という問題は、政治面からは、自民党の高木の三郎氏と公明党の高木陽介氏の両党の政調会長の直接の協議を経て、最終的には合意に至るとの見方が有力視されていた。そのため、ある意味予定調和とも言える与党間での最終的な合意が行われた形ではあるものの、今後の日本の安全保障を左右するであろう動きの一端、ようやく政治の後ろ盾を得て、あるべき姿へと前進したと言うべきなのだろう。今後の政治的な流れとしては、3月26日をもくとに、今回の与党両党の政調会長会談の結果を反映し、共同開発国以外の第三国への次期戦闘機の輸出を容認する内容を、政府方針として、閣議での決定を行うものと召されている。その上で、その閣議決定の内容を受けて、NSC 国家安全保障会議を開催、参加する旧大臣による会合によって、現行の防衛装備移転三原則の運用の指針を改定することで、正式な政治上の決定を迎えることとなる模様だ。従来の太平洋戦争後の日本は、そもそも、アメリカ以外の国との兵器の共同開発自体を行ったことがなかったが、2014年に定められた防衛装備移転三原則においても、つまりは、共同開発国であるアメリカ以外の第三国への輸出は、できない権づけであった。今回の次期戦闘機に関しては、開発自体が太平洋戦争後に初となるイギリス・イタリアとの3カ国による取り組みとなっており、この開発実施が基本的に公に公表された2022年12月の時点で、こうした政治的な課題を払拭する必要性が生じていたといえる。一連のこれまでの次期戦闘機第3国への輸出に向けた動きの中で、日本のマスメディアの報道も、自民党と連立与党を構成している公明党側が慎重な姿勢を崩さず、その実施に難色を示しているといったニュアンスの報道が散見されてきた。そのため、今回の次期戦闘機の第三国への輸出の容認を、今後の日本の安全保障を考える上での前提条件と考える層、つまり自民党の議員からインターネット上の保守層に至るまでの一部からは、公明党との連立政権の解除を示唆する声も聞こえていた。しかし、自衛隊の幹部の OB の方々の多くは、こうした展開を、日本の政治上避けて通れない問題だとの認識を示しつつも、最終的には、公明党側が納得に足る説明を自民党側が行うことで、合意に至るであろうと述べられていた。こうした推察は、さすが、特殊な安全保障問題、環境を抱える日本の政治課題を、自身の現役時に幾度も経験されご苦労されたであろうことを想起させ、その敬願と言うべき洞察力には大きな敬意を払うべきだと小人的は感じさせられた。日本の現行の防衛装備移転三原則の運用の指針をめぐっては、昨年2023年末に日本が他国製の兵器をライセンス生産したものについて、その海外輸出を認める政治的な決断を行ったことに続き、大きく緩和されたと言うべきであろう。この時には、具体的には、アメリカ企業からのライセンス生産によって、日本の三菱重工業者が製造を行っている地対空ミサイルシステムである、ペトリオットの完成品を、大元のアメリカに輸出することが認められたものだった。
これは、すでに、この2024年3月時点で3年目に突入している、ロシアによるウクライナ侵攻によって、アメリカ自身が、自軍の在庫品の中から、ウクライナへの兵器支援を実施したことに伴い、その補充を図る目的だったと解釈されている。個人的に、これらの動きは、日本は、直接的に殺傷能力を有した兵器を、ことに、今、まさに、紛争の当事国である第三国、つまりは、ウクライナに対して輸出できないという制約を鑑みれば、その中での最大限の貢献に値するものだと感じる。ただし、正直な感想を述べることを許していただけるとするのならば、世界最大の軍事力とその装備を抱え、生産能力も有するであろうと考えられていたアメリカが、日本からの兵器輸入を希求するという事態には、一抹の危うさを禁じ得ない。アメリカの現在の民主党のバイデン政権の施策に対し、自身の再登板を目指す元大統領のトランプ氏の共和党が、その政治的な思惑から、ウクライナへの兵器支援の実質的な妨害工作とも取れる動きを続けていることも不安に映る。いずれにせよ、トランプ再登板の機運も高まるアメリカの政治状況を見て、いささか、スタンドプレー的な嫌いを感じさせるものの、フランスのマクロン大統領などは、強硬な対ロシア政策を口にしているようにも見え、今後に注目すべきであろう。さて、日本の防衛装備移転三原則の運用の指針の改定についてであるが、自民党単独では、他国との共同開発兵器のそのすべてを、第三国への輸出も可能とする緩和策を考えていたが、連立政権を組む公明党の立場を考慮して、一旦、その考えを改めたと見されている。そこで、自民党は、すでに動き出している次期戦闘機開発に的を絞り、その開発費用が、少なくとも、兆円単位の膨大な投資が必要となることを念頭に置き、まずは、この次期戦闘機を、多摩三国への輸出を可能とすることで、その費用負担を軽減させる方針とした。ただし、輸出先となる第三国については、その対象国は、国連憲章が定めるところの目的と原則に合致していることを前提として、その内容になぞらえして、次期戦闘機の使用を行える国、つまり、現行の国際的な約束事を締約した国に限定することとした。これは、日本との間に、兵器類の適正な管理等を定めた、防衛装備品及び技術移転協定等を、すでに、締結済みの国に限定するとしたもので、この定義に該当する国家は、現時点では、世界で15カ国のみとなり、かつ、さらに、紛争の当事国は除くこととされた。こうした内容を、日本の現行の防衛装備移転三原則に反映させ、また、時の政権が、個別の兵器に対して、その案件単位で、与党内における協議や閣議決定を行うものとし、そのプロセスを経ることで、決して、無条件に兵器輸出を行うことはないと示している。このあたりの現行の防衛装備移転三原則の今後の運用指針に対しての説明に関しては、良くも悪くも、いかにも政治的な言い回しや表現の塊とも言えそうで、日本の兵器輸出に全面的に反対する勢力からは、今後も批判は続くと思われる。ちなみに現在の日本が、すでに、防衛装備品及び技術移転協定等を締結済みの国とは、欧米が、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデン、アジア方面が、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そして、一応、オーストラリア、中東が、アラブ首長国連邦の15カ国となっている。今後、グローバルコンバットエアプログラムによって生み出される次期戦闘機の輸出を行う場合、イギリスやイタリアが、ヨーロッパ方面、日本がアジア方面というざっくりと、地理的な地域で分けることが想定されており、国の数だけで言えばアジア方面は少なくはない。しかし、アジア方面を、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、そしてオーストラリアと見た場合でも、フィリピン、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイなどは、とても、
最新 A クラスの戦闘機を輸入する経済、軍事規模には達しているとは言い難い。そのため、残りのインド、シンガポール、オーストラリア、そして扱いが地理的に微妙なアラブ首長国連邦あたりしか対象となりそうな国とは思えず、個人的には仮に次期戦闘機の輸出を日本が担うとしても、そこまで大量に輸入を行う国があるのかには懸念も感じる。